朝風は、海上自衛隊の護衛艦、立ち風型護衛艦の2番艦。艦名は、日の出後しばらくの間、陸上から海上、または山頂から山徳に向かって吹く風に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍上風型駆逐艦、朝風、上風型駆逐艦、朝風、朝風型護衛艦、朝風に続き4代目だった。朝風は、 第四次防衛力整備計画に基づく昭和48年度計画3800トン護衛艦2309号艦として、三菱重工業長崎造船所で1976年5月27日に寄港され、1977年10月15日に浸水、1979年3月27日に収益し、第一護衛隊軍に直轄艦として編入され、 横須賀に配備された。1979年8月10日から12月11日の間、ターター装置装備認定試験のため、米国ロングビーチに派遣1981年3月27日、第1護衛隊軍令下に第61護衛隊が新編され、天津風と共に編入された。1982年、1984年、 1988年に、艦隊平洋合同演習に参加。1982年11月2日から12月2日の、間、護衛艦、春名、知らねえ、よび、P-2J8 機とともに、ハワイ派遣訓練に参加。1985年4月25日から7月13日の、間、護衛艦、知らね、沢風とともに、米国派遣訓練に参加。 1991年6月27日から8月28日の間、護衛艦、クラマ、セト、ギリと共に、米国派遣訓練に参加。1995年3月16日、第4護衛隊軍令下に、第64護衛隊が新編され、立ち風と共に編入された。1998年3月20日、提携校が佐世保に転籍。 2002年7月1日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛官、稲妻と共に、インド洋に派遣、同年10月29日に帰国した。2004年、リムパックに参加。2008年3月12日、アタゴ型護衛官、足柄の収益に合わせて除籍された。収益中に、地球約36周分に当たる72万9187海里を、航行し、 艦隊平洋合同演習に4度参加した。除籍後は2008年4月から、佐世保基地沖の佐世保案内で経流されていたが、2009年8月中旬に佐賀県伊万里市の伊万里港へ栄行され、同港内で解体が始まり、翌2010年3月に解体を完了した。ありがとうございます。